はいどうも、今回はねまた、今後アップする予定のキットのざっくり紹介をさせていただこうかなというふうに思います。今回はね結構多いです。ご依頼いただきましたありがとうございます。青島の FC のノーマル、過去に FC 青島の FC はねもう10台ぐらい作ったかなっていうふうに思いますけども、全くのフルノーマルを組むのは実は今回が初めてです。これはもうほとんど塗装も終わってるんで、多分これのアップの次の日とかに公開になるかなというふうに思います。次はこちら青島の新商品、新商品つっても出てちょっと2週間ぐらい経っちゃったかな、デロリアン DMC12、 これもねタイムマシン仕様はちょっとさすがに塗り分けとか部品点数とか厳しいかなっていうふうに思ったんですけど、市販車仕様はねやってみようかなということでとりあえず取り寄せしました。次はこちら青島の86トレノ、なぜ急に、まあちょっといろいろありまして、でこれはまあちょっとノーマルで組もうかなというふうに思ってますが、86トレノのノーマルのキット、まあエンジン付きのやつですね、これもかなり久しぶりにやることになるかなと思います。ご依頼いただきましたありがとうございます。ドイツレベルのフォルクスワーゲンゴルフ GTI のビルダーズチョイスってですね、前にね移転してからちょっとしたぐらいにね、普通の GTI を組みましたけども、ほぼフルラッピング、ほぼ基本的にフルラッピングがこれはというねキットです。うまくいくかな。ご依頼いただきましたありがとうございます。富士見の Z31 後期ですねのイージーアライメントシステムシリーズになってからのキットですね。Z31 は移転前にやったきりかな、後期の方はね、富士見のキットはね。このイージーアライメントシステムの方の Z31 は初めてですね。ご依頼品です。ありがとうございます。富士見のミッド42。ミッド4も実は組んだことないんですけど、ミッド42ももちろん組んだことはないです。こういう風にしてほしいっていう風にね、ご依頼をいただいてるんですけど、資料集めがうまくいくかどうかなっていうところはあるかな。次はこちら長谷川の 240RS ですね。これも8月末に発売になったねやつです。100頭シルビアの方はね出てすぐに組みましたけれども、まあ、今回はこれは完全新金型ではないということで、まあ、ちょっとねぼちぼち様子見ながら組んでいこうかなというふうに思っています。ご依頼いただきましたありがとうございます。ついに来ました70カローラ前期型のご依頼です。すごく悩みました。っていうのは青島の70カローラ前期はね皆さんご存知の方も多いかなというふうに思いますけども、もともとは今井の 71GT 後期のねこれのキットだったものに前期の部品をいろいろくっつけて前期を作りましょうっていうキットなんですけど、やっぱ前期っぽい感じで終わっちゃうんですよね。でやっぱりカローラ中としては、かつ70カローラの前期型に思い入れがある身としては、じゃあそれをどこまでやるのが、っていうふうに思ってたんですけれども、依頼者さんにね一応いろいろ一通りお話しさせていただいて、メールでねやり取りさせていただいて、やるということになりました。どこまでできるかな、頑張ってみます。次はこちらもご依頼品ですありがとうございます。タミヤの ABEX ドーム無限 NSX、 この年式の、まあ、97年だったかな、97年ですねの NSX は作ったことがないです。2005年仕様のやつは過去にエプソンとモビルワンは作ってないか、エプソンは作りましたけどね。これはねエンジン再現があるんですよ、頑張ってみます。次はこちら、ようやく取り寄せできました青島の、池谷先輩の13シルビア。なんかこうタイミングがうまいこと合わなくて、注文しそびれていたんですけど、今回ねちょっと前に問屋さん行ったんですけども、その時にね問屋さんの棚にあったんで買い付けしてきました。ようやく作れます。最後が多分一番希少なキットかなっていうふうに思います。日物20分の1のトヨペットコロナマーク2 1900ハードトップ、あ、これもご依頼品ですありがとうございます。これをモーターライズで組んでほしいというご依頼です。これねうまくいけるかな。日物20分の1はね過去にね何度かやりましたけれども、コロナマーク2は初めてですね。
というわけで今回はかなり多めにですね、多めになってます。やっぱご依頼品を優先させてもらってやっていく予定ではいるんですけど、まあちょっとね、まあこっちもトネさんとのお付き合いもあったりとかするので、先にこっちをとかっていうこともさせてもらったりとかすると思いますし、例えばこれを組んでる途中でね、他にご依頼とかあとは注文してたのが入ってきたりしたら、ちょっと順番が変わってしまってきたり、変わってきたりするかもしれませんが、どれもね、気になっていたキットだったりね、これどうなのかなとかね、そういうのもあったりとかするやつが、するキットばっかりだったので、頑張っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録してってください。それでは。